スドゥヌ軍部は、フランスのプロボクサー。今後民主共和国金シャサ出身。2007年3月10日、イゼール県エシロルでデビュー戦を行い、初回小勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2008年12月13日、チェリャビンスクで、セーフディンバラホエフと、WBC インターナショナルライトヘビー級王座、決定戦を行い、7回2分37秒。 TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2009年7月10日、JL 県王手で自身の持つ WBC インターナショナルライトヘビー級王座とチャールズ・チ・サンバの持つアブライトヘビー級王座をかけ対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め WBC インターナショナル王座は初防衛アブ王座獲得に成功した。2009年10月31日、 ケンプトンパークのエンペラーズパレスで、アイザックチレンバと対戦し、12回0から3の判定負けを喫し、WBC インターナショナル王座は2度目、アブ王座初防衛に失敗し王座から陥落した。2011年4月15日、JL ケンコンドンで、モハメドベルカセムとアブライトヘビー級王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め2年ぶりの王座帰り先に、 成功した。2011年9月16日、ワルシャワのトルバルホールで、WBC バルチックライトヘビー級、シルバー王者で、ポーランドインターナショナルライトヘビー級、シルバー王者のパベウ・グー・アジェフスキと対戦し、10回、1から2の判定負けを喫し、WBC バルチックシルバー王座の獲得、ポーランドインターナショナル王座の獲得に失敗した。 2011年11月26日、ビャウィストクで、アレクセイク・ジェムスキーと WBF 世界、ライトヘビー級王座決定戦を行い、12回、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2012年6月15日、ブーシュイコールデュローヌ県でペンヌ・ミラボーで、ナジブ・モハメディと対戦し5回2分19秒、TKO 負けを喫し初防衛に失敗し王座から、 陥落した。2013年3月16日、キエフのアイスパレスで、WBO インターコンチネンタルライトヘビー級王者、ビャチェスラフ・ウセルコフと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2013年7月5日、バルドマルヌケンティエで、イゴール・ミカルキンと対戦し、12回1から2の判定負けを喫し初防衛に失敗。 王座から陥落した。2014年11月21日、シカゴの UIC パビリオンで、アンドルー・フォン・ファイラと対戦し、10回0から3の判定負けを喫した。2015年11月14日、グローバル E のアイスパレスターミナルで、WBO ヨーロッピアンライトヘビー級王者、ウマル・サラモフと対戦し、12回0から3の判定負けを喫し、王座獲得に失敗した。 2017年2月10日、オーストフランデレンシュ・ロースダールで、WBC フランス語圏ライトヘビー級王者のビラル、ラグーンと対戦し、12回2から1の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2017年12月2日、カンヌのラパレストレで、イボ世界ライトヘビー級王者のイゴールミカルキンと対戦し、12回0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。 ありがとうございます。